バタバタして悪いな。今回もでかいネタを仕入れたんだが、緊急の内容なんだ。なるべく手短に話すぞ。と、その前にお茶か何かもらえるか。一息ついてる場合なのかい？手短に教えてくれるんだろ？おいおい、いつも割のいい仕事を紹介してやってるのは誰だ？少しくらいホスピタリティってもんがあってもいいだろう。まあいい、言っちまえば単純だ。ゼロ号フォローの定期調査がまた始まるらしい。え？これはガチのマジだぜ。しかも協会は長期戦の構えだ。調査は数回に分けてやるつもりらしいぞ。俺がこれを聞いて真っ先に頭に浮かんだのは、我が最も信頼のおける顧客であり名声かくかくたるプロ棋士パエトーンのことだ。あんたらも一枚噛みたいだろうと踏んだ俺は、あらゆるリソースを動員し調査チームの募集に裏口を開けといた。ゼロ号フォローでテスト用の依頼をこなせば、派遣調査チームの一員として合法的にゼロ号フォローを調べられるぞ。確かに大きなネタだったね。まだお茶はいる？状況は把握した。考える時間をくれないか？もちろんだ。大事なことは夜に決めるなって言うしな。じっくり考えてくれ。そんで決心がついたら、スコット全勝基地ってとこに行け。そこでテストの依頼ができる。じゃ、失礼するぜ。ゼロ号フォローの調査ね。お質問、ゼロ号フォローの調査とは何でしょう？あ、そっか、フィエリーはまだ知らないよね。挑発とみなし受けて立ちます。直ちにフォロー調査協会のデータベースでゼロ号フォローについて検索。また変な闘争心を燃やしちゃって。検索完了。ゼロ号フォローとは、その存続期間、影響範囲、危険度において新エリート内でも随一を誇るフォローのコードネームです。新エリート内の基地の大型フォローはいずれもゼロ号フォローから派生した強制フォローに端を発します。またゼロ号フォローは旧都、すなわちエリートを壊滅に導いた主な要因とされています。ゼロ号フォローの現状を把握し、その拡大を抑制するため、新エリートは定期的に有志を募り、当該フォローに対する調査、鎮圧、研究を行っています。以上をもとに、推測、マスターがゼロ号フォローの調査に志願するのは、新エリートを救うためです。ゼロ号フォローの情報までは合ってたけど、動機がね。リクエスト、今後のより的確なサポートのためにお二人が調査に参加したい動機を教えてください。もうお手上げなのかい？先に君の規約と動機を教えてくれたら考えてあげてもいいけれど。失礼ですがマスター、先ほどから私をいいように使おうとしていませんか？人聞きが悪いな。
お兄ちゃんはお互い正直になろうって言ってるだけだよ。恐れ入りますが、私はその質問に答える権限を有しておりません。回答は適切な時期に適切な場所でお知らせいたします。恐れ入りますけど、そっちも適切な態度ってもんがあるでしょ。あんたなんかに教えられるのはね、ゼロ号フォローは報酬がいいことと、私とお兄ちゃんが一緒に勉強して育った場所が崩壊したキュートにあったことくらいなんだから、私たちはあそこを調べる機会をずっと探ってる。結局全部言ってしまったね。ごめんごめん、つい余計なことまで言っちゃった。とにかく決心がついたら、羊飼いが言ってたゼロ号フォローの前哨基地に行こっか。出撃可能よ。触りたい。準備完了。何かよ、私は高くつくわよ。
ちゃん聞こえる？オッケー。 HDD システムの通信回線、各測定指数ともに異常なし。今の私たちの設備でも十分ここに挑む資格はあるみたい。そうそう、それとフォロー調査協会の人が監督につくからね。これで試験に受かれば晴れて公式認定の0号フォロー調査ライセンスが取れるよ。任せたよお兄ちゃん。私が今回責任を持って同行させていただく協会の調査員です。いわゆる試験官だと思ってくれればいいですよ。同行中、企画から逸脱した武器の使用は禁止、指定されたルートもちゃんと守ってください。まあこの辺はもう言わずともお分かりかもしれませんが、それでも念を押しておきますよ。ゼロ号フォローが特別とされているのはその規模だけではありません。甘く見て非常事態に対する心構えを怠ると痛い目に遭いますからね。何せ調査協会には臨時職員の保険料を負担する義務はないんですから。とはいえきちんとサポートはしますよ。協会が模造したレゾブレムを提供します。レゾブレムの特性を適切に利用してチームメンバーの戦闘能力を上げていきましょうね。それでは出発しましょう。試験官として君たちの働きをしっかり評価しますからね。依頼開始です。行動目標、資質試験外周のクリア。エーテル誘導体レゾブレムです。同じスタイルを集めると特定の能力をさらに強化できます。同一スタイルのレゾブレム獲得数は、ここを押すとレゾブレムのもう適切なレゾブレムを選別することが行動の鍵です。もうすでにご存知のはずですね。とはいえ試験は始まったばかりです。任務に集中しましょう。じゃあトヤのお仕事を始めるわよ。機械のメンバーは安定したエリアからゼロ号フォローに入れます。こうしたエリアに目を光らせチームの戦力を増強しましょう。
検知、通常のアーバンハティを凌駕する実力の持ち主です。ご自身の安全に気をつけてください。追加料金ね。ターゲット確認。しょうがないわね。何？
課長、目標とは安全な距離を維持してください。全速力の課長になんて追いつけないってな。あの制服はハンドの、しかも特別行動部の執行官。対ホロー特別行動部第6課です。現在緊急の鎮圧任務を執行しています。こちらのエリアで情報のない極超級エーテリアスが確認されました。あなた方の任務が何であれ、遊撃部隊として本作戦の支援に当たるよう要請します。これは対ホロー6課副課長による正式な招集です。極超級エーテリアス、さっきから様子が変なのはそいつの仕業だね。エーテリアスにしては大きすぎない？早くみんなを連れて離脱ポイントに向かおう。何やらやむを得ない事態のようですね。本来の任務は中止です。これより目標を全力で対ホロー行動部を支援するに変更します。そちらは学会のナビボンプでしょうか。差し支えなければ引き続きガイドとして稼働してもらいたいのですが。ナビボンプってイアスのこと？目標はこちらの予想ルートを外れてしまいました。キャロットのデータを持つボンプによるナビゲーションが必要です。緊急事態につき武士として挑発させていただきます。早い話が、ぶっ壊れてもうちで弁償しますよってこと。なんだって、じゃなくて7。やだよ、イアスがぶっ壊れるなんて。お願いボンプちゃん、私が守ってあげるから。確かにこの子のナビ能力は申し分ないですよ。ただボンプが深刻な損傷を受ける危険あるなんて事前の同意書にあったかどうか。いえ、対ホロー行動部たってのご要望ですからね。こちらのボンプはお任せします。きっと問題ないでしょう。持ち主にはどうにか説明しますので。7。お兄ちゃん、私と話すときはボンプじゃなくていいよ。イアスが遠隔操作だって知らないもんね。そりゃ意見なんて聞いてくんないよ。対ホロー行動部、あそこの執行官はみんな精鋭中の精鋭だよ。今はあの人たちに合わせとくしかないね。とにかくナビボンプとして仕事は一緒、チームを正しい方向へ導くことだよ。ここからは対ホロー行動部をナビゲートするよ。対ホロー行動部のターゲットはあの大きいエーテリアス。マスター、エリアのエーテル活性が過去最高値に到達。速やかに作戦を完了し離脱することをお勧めします。まあ分かってたけど、ゼロ号ホローって一筋縄じゃいかないね。だけど、いる？って。
マスター、暗号化された情報を入手。内容は7。暗号化された情報その2を入手。内容は7。暗号化された情報その3を入手。内容は7。暗号化された情報その4を入手。内容は7。情報収集完了。7 7 7 7。当該エリアの隠し補給が開放。感じ。戦闘待機を維持してください。目標はすぐ前です。課長、先に終わらせててくんないかな。大盛りのエーテリアスを倒したらおやつもらえる。今回だけね。ラジャー、はいよ。そりゃ、もう見たわよ。ターゲット確認。変化。あっそ。いい子につけなさい。さっさとやっちゃおう。
一体どこだ。あんなとこに。あんな大きいエーテリアスを刀一本で追い払っちゃったの？今さら遅いかもだけど、対ホロー行動部のお仕事にプロ騎士の逮捕なんてないよね。課長、ご無事でしたか？守備はどうでした？かんばしくはなかったな。さっきの一振りは、うん、茶碗を砕く木槌と思えば、黒板を伝う白木が如しと言ったところか。包丁でバターをズバーしたかったのに、まな板にドンしちゃったってことだね。そう、角ちゃんさ、もっとわけわかんないよそれ。課長曰く、ニネベに重傷を負わせられなかったとのことです。引き続き目標を追跡する必要があるかと。はいはい、石膏やります。まあ、あんなでかいの見失う方が難しいけどね。エーテリアスが集まってきているようです。課長とニネベの戦闘を聞きつけたのでしょう。処理は任せてくださいますか、課長。ああ、対ホローロッカ総員迎撃準備。この個体は特殊なターゲットとしてマークされています。通常のエーテリアスよりはるかに危険なため、ご注意ください。撃てよ。攻撃に備え。了解、ご奉仕します。しょうがないわね。よせて。汚れる。痛くないってば。とどめよ。了解。
突発的な作戦行動ではありましたが、無事に終わってよかったです。ようやく一息つけるでしょうか。挑発した学会の資産、こちらのナビボンプもこの辺りで返却しましょう。ルートの策定、臨機応変な対応、どれをとっても対ホロー行動部の正式モデルより上だったね。このチビスケ、積んでるキャロットのデータまで学会のとっておきってわけ？それとも論理コアを特別にしつけてもらってるのか？ちょっと、うちのボンプちゃんたちが聞いたら泣いちゃうよ。ああ、このボンプなら当学会のものではない。独立調査チームを率いているこちらの方の私物だ。そうなのですか。確かに調査協会は民間から調査チームを募っていると聞いたことがあります。当局のアホより民間人の方がよっぽど頼りになるとはね。なんともはや。次も逃さない。僕らの業務は全て協会の監督下で合法的に。いつもながら人をビビらせるのがお上手ですね、課長。課長曰く、あなた方の調査チームとまた協力できる機会があればぜひ逃したくはないとのことです。まだ公務中ですから戻って報告をしないといけませんね。我々は先に失礼します。
改造か。よく来たな。今回は何を改造するんだ？来いよ。
った。私に命令を。じゃあトヤにかかれば。準備完了。何かよ。私は高くつくわよ。じゃあトヤにかかれば。いつでも質終わりと。準備完了。こちらアンビ、配置についた。準備完了。鉄道か。ああ、厳しくしてみる。Huh?
了解。またいた。
私に命令を。触りたい。ダメ。出撃可能よ。ひれ。準備完了。何かよ。あ、出動？ジャトヤにかかれば。総括。何？出動？ご飯は出る？出動？ご飯は出る？わたわた。行動目標、資質試験、前線のクリア。フォローバフを付与、サポートボンプは提案。捨てていい？ダメ？ち。すれば。さーて、じゃ。助けがいるかしら？今なら初回無料よ。
なんでディニーじゃないのかしら。凶悪狂人を検知。トゲトゲしい肩、たくましい両腕、鋭い爪、それが彼らを好戦的にしました。興奮状態の時はなるべく正解を避けてください。受けてみなさい。なんで10倍返しよ。バイバイ。お帰りなさいませ、ご主人様。はっ、それ、はっ、倍返しよ。光栄に思いなさい。はっ、ホワイトスター学会の前線補給拠点に到達。本来直前の戦闘リザルトが S の場合のみ解放ですが、今回は優秀なフェアリーの実力行使により不問となります。拠点の出口です。拠点を離れる前に十分な休息を取ることをお勧めします。やっと気分が楽になったわ。真相に到達。資質試験、前線のクリアを目指してください。えっへん、総格参上だよ。総格参上。
行く手。マスター、暗号化された情報を入手。内容は7。暗号化された情報その2を入手。内容は7。暗号化された情報その3を入手。内容は7。暗号化された情報その4を入手。内容は7。情報収集完了。7 7 7 7。当該エリアの隠し補給が解放。勝利への必要条件を全て満たしました。高かったわね。ただじゃダメだったのかしら。
追加料金ね。受けてみなさい。私にやらせて。ショックトルネード。10倍返しよ。いい噛み合わせ。全部ぶっ飛ばせ。はいはい、続けます。そろそろしない。しょうがないわね。追加料金。私が行く。やあ、光栄に思いなさい。毎度あり。